まあ、これ一杯飲んだら終わるけどな。だって別に深く話すこともねえべや。今日はっていうか、今日も。2ヶ月は長く感じました。ちょっとな。トランプの暴露についてお願いします。知らない。興味ないから。小峠ってお前バカだろ。はい、たっくん、お前はさっきからクソアンチだっていうの分かってたんで、ブロックです。トランプの暴露じゃないでしょ。トランプが暴露されたことについてどうのこうのでしょ。ねえ。知らねえよ、そんなもん。てめえが本買って読めばいいじゃねえかよ。だから日本語をちゃんと勉強してから来いよ。生き遅れ野郎どもはさっさと結婚すりゃいいんだよ。知ったこっちゃねえ。そろそろ行った方がいいよ。結婚おめでとうだよな。よかったね。子宮は使えるうちに使っといた方がいいよ。マジで。めでてえじゃねえ。私は知りませんけどね、そんなことは。全く興味ねえが。この T シャツいいですね。売ってんじゃねえの。7、8000円出せば売ってんじゃねえ。買いな。よかったら。買えば。
俺いつも思うんだよね。その人の着てるものとか持ってるものがいいなと思ったら、俺だったら、すぐ買っちゃうけどな。そこまでいいと思ってないってことでしょ。欲がない。だから、そこまで欲しいわけではない。ってことだよね。ブランドものですか？知らねえよ。俺はブランドものなんか着たことねえから。そこら辺で1980円ぐらいで売ってる T シャツだから。探したら売ってんじゃねえの。な。俺は高い服なんか着ないから。お前もいらねえな。クソガキが。古典辞典がもうダメなんだから。よし。コメントも上がんねえから、もうすぐ終わるか。11時で。なあ。つまんねえもんな。こんなんで喋っててもよ。午前中よ。バカばっかでよ。読むコメントよりブロック入れる方が多いじゃねえかよ。んなもんよ。なんだよこれよ。青かよ。やってらんねえよ。なのよ。パータしかいねえしよ。コメントあげんのは。よし。11時になるで。で、やめっか。で、2時間ぐらいやっとんだろ、俺今日。トータルで。なあ。人も増えねえし。まあ、このぐらいで、終了って感じで。はい。また皆さんね、枠開けたときは、顔出してください。よろしくね。どうもでした。失礼します。